TNT は、ノルウェー出身のハードロックバンド。ヨーロッパや、ストラトバリウスらと並び、北欧メタル最初期を代表するグループ。3枚目のアルバムが、本国チャートで1位を獲得し、日本では、特に4枚目のアルバム、インテュイションが高い評価を得ている。結成から、ファーストアルバム、TNT までの彼らの音楽は、ボーカルのダグ・インゲブリクトセンの個性もあって、 その後のそれとは大きく違うものであった。また、このアルバムはノルウェー語で制作された。アメリカ人ボーカルのトニー・ファーネルがこのバンドに参加したのは、セカンドアルバムである、ナイツ・オブ・ザ・ニュー・サンナーのレコーディング直前である。なお、元マイケル・シェンカーグループのゲイリー・バーデンも、新ボーカリスト候補に上がっていた。TNT が、日本での知名度を上げたのは、サードアルバム、テルノテルズと、 続くホースアルバム、インテュイションの頃である。この2作は、プロダクション面でもさらに洗練された内容となったにも、かかわらず、レコード会社の十分なサポートが得られず、ライブもままならなかったという。結果として、アメリカ市場では、ヨーロッパやスコーピオンズといった他の欧州出身の、バンドのような大きな商業的成功を収めることは、できず、テルノーテールズは、全米100位。 インテューションは全米115位と満足のいく結果とはならなかった。1988年にはバンド最初期からドラムを担当してきたディーゼルダールが脱退し、公認としてモーティブラックの旧友であったケネス・オディーンが加入した。1989年の来日公演も成功させたが、オディーンが自身の都合からツアー後に間もなく脱退する。さらにはそれまで所属していた。 ポリグラムレコードとの契約も失うが、その一週間後には、アトランティックレコードとの契約を成立させ、新たなアメリカ人ドラマー、ジョニー・マックを加入させる。アトランティックレコードに移籍し、全3作の序情性を大幅に削り、アメリカンハードロック的な要素を加えた、フィフスアルバム、リアライズとファンタジーズの発表を挟んだ2度の来日公演の後、 アルバムの売り上げ不振とメンバー間の確執などを理由に1992年8月の来日公演を最後にバンドは一時解散する。この解散期間中であった1996年には日本国内でのみベストアルバム Till Next Time Best of TNT が発売されている。1996年にロニー、トニー、モーティの3人でバンドは再結成し、 いわゆるモダン、ヘビネス的方向性の6ス,スアルバム、Firefly、再来日公演、7スアルバム、トランジスターなどを経て、再び解散状態となる。その後 TNT は2003年に、セカンドフォースの頃の音楽性に忠実に回帰したミニアルバム、テイストをリリースして、活動を再開、マイレージョン、i o n All the Way to the Sun などのアルバムを経て、現在に至る。 2006年にボーカリストのハーネルが脱退を表明。公認として元シャイ、シャムのトニー・ミルズを迎える。2013年8月、ミルズがソロ活動のため脱退。同年10月、ハーネルが TNT に復帰する。2014年、ホースアルバム、インテューションの発売25周年を記念した日本公演を17年ぶりに開催。 2015年1月に活動方針の違いを理由に、ハーネルは再脱退し、その後はスキットローに加入するも同年12月末に脱退。そして2016年5月、TNT に再度復帰した。また、夏に新曲の制作のためスタジオ入りすることを公式サイトで発表。2017年、ハーネルが再度離脱し、アルバム制作も中断。公認に、 バオール・バルドー・バルサラが新加入。トニー・ハーネル・トニー・ミルズ。ありがとうございます。